前科3番893番チョイキ太郎です。運営の俺太郎です。はい、チョイキ太郎さん、本日動画をこうやって2人で撮らせていただいたのは、僕チョイキ太郎さんに取材しなければいけないっていうことが出てきたんですよ。最近俺はエロ動画を送りつけてないからね、君に。エロ動画は財布からお金は取ってないよ俺は。ネタバレですよ、ね、あそうかさ今からその話しようと思ってたのに。ごめんなさいごめんなさい。はい、まあ、何があったのかっていうと、タイソンチャンネルっていうものが、どうやら暴露動画があった。マネージャーの方、女性の方から暴露動画があったっていうことで、まあ、大変炎上している、タイソン炎上しているっていうことで、まあ、それは、チョキ太郎には関係ないこと。で、思ってたんですけど、あなたの耳に入ったのね。はい、僕が仕入れた情報によりますと、どうやらこの件、チョキ太郎が黒幕なんじゃないか。絵描いて煽って炎上させて。そう。悪いみたいなというようなそのことをまあ耳に入れまして、で実際どうなのかなと思って、ああそういうことね。まあ黒幕っていやそうだけど、俺は本にあの黒汁王子とか言って売り出そうと思って失敗したからね。っていうのはまあこれじゃちょっとここ真面目に話さなきゃいけないんだけど、その前にタイソンさんを知らない方に、タイソンさんがどういった方なのかっていうことをまずちょっとチョイキ太郎さんのボクシングの無敗の俺と同じぐらいの、それは違う、本当のタイソンさんで、はい、だからそれが所沢のタイソンって言って三千戦無敗喧嘩が強いっていう売り出しをして本とかで、でまあ YouTube で多少ねこの7万人ぐらい登録がいって、まあアウトロー系 YouTuber っていうところのなんかまあそういうことがまあちょっと流行った時に売り出してきた人なんだよね。なんかそのタイソンさんっていう方のマネージャーさんが、暴露したっていうことで今あのバズってるっていう形なんだけど、であの実はですね、あの猫太郎とかではもうやってるんですけど、タイソンさんとコラボしたことがあるっていう、僕はね、あの時とかどういう感じだったの？11月のね、21日の動画になってるから、11月に、それこそ人気カフェで、やるよ先生も来るって言ったら怖いからいいって言ったんだよな、あの時。そういう、まあ、それは冗談で、何かタイミング合わなくて、要は、東京にいたのよ、その時。要は、あの懲役太郎本編で扱う、まあ言ったらなんだけどそこまでじゃないので、猫太郎ではやりますよっていうことを言ったんだけど、私がどういう目的かっていうと、まあずっとこの流れを見てて、マネージャーっていうこの女性の人の相づちとか愛の手とかやり方が僕はちょっと優れてるな、本人の影には隠れてるんだけど、こうやって喋るっていう、まあ運営的なことが俺太郎も分かると思うけど難しいよね。いまだに批判されるもんね。よく批判されます、ね、俺太郎は邪魔とか喋るんじゃないとか、あの金井先生と声が似てるとか一緒な、そうそうね、俺がライガーに似てるって言われてるのと一緒で、だからそれぐらいこの愛の手入れるのが難しいのよ、正直言うと。上役太郎のファンの人は別に俺の声だけ聞きたいんで、誰か外部の人が入れてることに対してコラボでもないのに何言ってんだってなっちゃうんだ。その中でも僕は彼女のこれ上手にやってるな、誘導してるな、少なくても僕もまあ喋るのなりわいにしてるから、タイソン自体がうまく喋れるわけじゃなくうまく回してるなっていうことがあったので、まあなんとかこれ一回このマネージャーを、僕がその時思ったのが V 化させたら顔彼女出してないんだわ、だからスタンスとしては僕らと一緒なので、この子を世に出すなら V 化させて、要するにキャラを作って出せばいいだろうって僕は思ったの、はい、だけどそれをいきなり言うわけじゃないから、まあ言っちゃなんだけど、コラボ懲役太郎本編ではリアルの人がしにくいので、猫太郎だったら出せるんでよかったらっていうことを、まあ僕はその時あんまり慣れてない、インスタの DM でマネージャーと直接つながったの、はい、だからここに関しては誰も間が入ってないのよ。僕はそういうやり方をしないといけないと思って結構試行錯誤したの。まだ最初からマネージャーがいいなってことで、マネージャーのが目的だったの僕は言い方するとすごいあれだけど、まあでそれがあって、そうそうそう、マネージャーを VTuber 化させるっていうことは僕はこれ実は聞いてます、そうだからそう、猫太郎本編のやつでももうそれまで言ってるんだから、でじゃあよろしくお願いしますっていうことになって、その前から役目の女の夏つまゆ先生ね、私たちコラボしてる彼女にこのキャラ作りをお願いしますって僕は言っといたの。だから僕はその友人関係であるから、そしたら快諾してくれて、もうキャラを作ってあるし、これ出すと思うけど、その時
時にまさかこんなエロ動画に泥棒って思ってないから、タイソン自体も出すつもりで、立ち絵だけでも、ちょうどここにありますけど、こちらがそう、ナスベグ先生が用意していただいたタイソンの立ち絵です、うん、だからこれって先生、漫画家の人に聞くのもこんなもん1日2日で作れって無理だよね。このために用意はできないから、前々からこういう準備があったわけ。新しいチャンネルを作るにあたってはやっぱりタイソンの応援っていうか、一言 V やるからよろしくねっていうことがあれば視聴者が流れるだろうという、その 黒幕的な、そういう意味の黒幕よ。その時の黒幕、ちょい来たの黒幕は、うんうん、まあこのマネージャーを VTuber としてるっていうことに対して裏で糸を引いていた、そう実際にいろいろ準備したってことも伺いました、そうなので、まあ、それをやってる時に例のことが入ってきた、うん、そうっていうか、まずそれは知らなかったんだけど、やっぱり何かガタついてるっていうことで、年末に彼らのチャンネルが上がらなく休止するっていうことになって、彼女の方から、実は本当に申し訳ないです、私これもう長期太郎さんがやられてること私できないかもしれませんっていうことを言われて、なんでって言ったら、もうそういう動画が本人のものが拡散すると思いますのでって言った時に、あそうって、俺はそのエロ動画が本人が撮ったやつを個人的に誰かが流して、まあこれも良くないんだけどそれを拡散させた誰かが流出してたら、これはまだ面白に変えれると思ったので、夏目先生にも相談したら、それぐらい私もいいと思いますだけどその先が、僕が聞いてたのは、彼女がもう一つあるんです、それだけなら私もなんとか、私お金取られたんですって言うから、なんでって、だから取られたっていうから、三千戦無敗のやつに取られたって、なんで脅かされたとか、その何かあなたがなんか上げ足取られるようなことしたの、いや違うんです、財布から取られた、えって どういうこと、取られたっていうの、恐喝されたとか脅し取られたと思ってるから、盗まれたっていう文字に取ってやって取られたそうだから、それどういうことって言ったの、説明して、あのトイレに行ってる時に財布から取られたんです、それもうダメじゃんって。じゃあこれは私返してもらったんで私はいいんです、でもどうやら他のファンの人たちからもあるみたいなので、もうこういうことがあると私できませんからごめんなさい、ちょっと待った、分かった、でもそれはあなたが悪くはないけども、マネージャーとして運営に関わっていたなら確かに問題があるよねって。じゃあこれどうするつもりって言ったら、私はもう本当にこれを公表して発表して謝罪して、こういう形で私以外の方でいたらそれは何とかしなきゃいけないし、これをもう止めるような形をしたいっていうことだった。なるほど、そこまで考えたの、じゃあおじさんちょっと協力するわ、それならそれでいいよとっていうことになって、ここからがまた詳しい話は、このチャンネルをなぜ暴露動画とか謝罪動画をタイソンチャンネル本編でやってるのかっていう、皆さん疑問があると思うんです。まあそうですね、タイソンの感覚だと、タイソンさんが管理してるなら、タイソンさんがそれを削除したりだとか止めたりだとか、なぜやらないのか、いや逆に言うとそういうような演出なのかまで思いますね。そうだから、まあそれ勘違いした人がいるけど、それはどういうことかって言ったら、もうこれはもう私その本人の方と喋ってるけど、これを出すってことは言ってないです。正直言って言うと、またいろいろ気使われるっていうことで、このチャンネルの元々の管理者は堀人さんなんですよ。 K さんの、ホーミー K さんの、まあ運営というかプロデュースをやってられるホーミー K さんのものなんですよ。彼が要するにタイソンが YouTube やろうという時に用意したチャンネルなんですね。だからもともとはホリストさんのもので、数字が上がってきてちゃんとなった時には YouTube からの入金は久保博臣、要するにタイソン自身になってるわけです、はい、だから本人は自分のものと思ってますけど、 ID パスワードっていうの管理はそっちなんです。で要は運営したり撮ったり修正したり字幕を入れたりっていうのはマネージャー、彼女がやっていたわけです。でそういう経緯があるわけです。で私はその堀人さんにも謝って、このチャンネルをお返ししますっていうふうに言ってきます。ああ分かりましたっていうか、僕はこうなる前にそれは分かってたんで、堀人さんとも会ってますし K さんとも会ってるんで、その時に私は先に彼女を V 化させるっていうことはいいですかって、それはいい、あどうぞやってください、それはいいことなんでっていう了承を取ってるわけですよ僕は。はい、そこに関して。でそのことを堀人さんも分かってたんで、じゃああの暴露動画をこっち側でやる、要するに彼女が言ったのはサブチャンネルっていうものがあるんです。それは彼女が作って、彼女の ID パスワードで収益化のところまでギリギリ行ったのかな。だけどその時にじゃあこっちを V のやつでやろうねっていう話になってたんだけど、彼女は今までタイソンと絡んだ動画っていうものを全部削除してしまったんですよ。4000人登録の4000時間クリアしたんだけど、削除した時点で全部ダメになっちゃったんで、1000人登録ねっていう風になって、あでもそれでやろうねっていう形になって、こういう風にさせてもらいますって堀人さんに言ったら、あじゃあ
これはあなたが作って大きくしたので、この動画、要するにタイソンチャンネル自身で暴露動画を作ったらどうですかって言われたね。ここはあのまだ深く言えないんだけど、僕が言っちゃうとおかしいんだけど、この暴露動画で出てくる後になって、お金のその正当な給料だったり支払いとか経費のことっていうのが、まあ私が聞いても、多分フリストさんが聞いても、んこれはおかしいぞというようなことがあって、彼女自身がいろんなことで困窮してるのが分かったから、じゃあこの暴露動画で収益が上がったものをあなたが立ち直る原信してくださいって、堀井さんはあなたにあげますっていうことになったらしいです。じゃああなたがやりなさい。で、今のところがこれ3月末、4月末っていう風になるんで、で、皆さん疑問に思ってる、この動画にはバナー広告がついてるんですよ。だからお金外れない。これは、堀井戸さんの関係のスポンサーの方がもう最初からこんなに伸びるっていう前提じゃないから、つけてくれて、最初にもう広告主をつけて、それで彼女にやらした、だからこうなってるんですよ。だからそれと同じのが法務警察の方にも言ってるから、なんだこれって思うかもしれないけど、そういうことなんですよ。そういう理由でつけて、本当に親心じゃないけど堀井戸さんがそうして送り出してる形なんですよ。だからこれが炎上目的だとか伸ばす目的じゃない、これが真実です。僕が何で喋ってるかって、堀井戸さんはプレイヤーじゃないから喋れないからそうおそらくってこれが本当のことですよ。なんで何もおかしいこともなければやましいこともないんですよ。こういうようなことをすると炎上商法じゃないのかって言ってくる人たちがいて、それはまあ炎上させてっていうようなことを目的には確かにあったんですけど、その例えばタイソンさんのための炎上商法ではない。それね、この動画があって自分も取られましたっていう人が後から出てきてるんですよ。だから一定の効果があって、これには返金しなきゃいけない、これ刑事事件になるのかどうかわからないけど、立件はしにくいと思います。僕も調べてるけど、でも取ったものは返さなきゃいけないじゃないですか。まあ当然です。でそういうことも含めてこういうことなんですよ。だけども私がもう一つなぜこれを言ったかって言ったら、堀人さんがそこまでしてくれた理由っていうのがあるんですよ。ただこれは後の暴露動画があともう出るものに出てくるんで、それは私説明します。お金のことなんで、はい、これがあるから堀人さんが僕に対してもいろんな思いがあってやってくれた。お金のことが結構難しいものがある。でもこれはちゃんと説明します、はい、なぜ僕がここに関わって堀人さんがそこまでしてくれたのかっていう理由があるんですね。これが真実ですね。こういう状態で今なってるっていう。なので多分明日ぐらいにそのサブチャンネルで彼女が V でやりますっていうことの説明がね、この一連のものが終わってからきちんとこの顔、今画像が出てる、最初は所沢の体操マネージャーで、とこまねちゃんっていう名前ので僕らは企画を進めてるけど、もうとこまねは無理だろう、とこまねは無理だぞってだからもうみんなのマネージャーチャンネルとかマネちゃんとかっていうネーミングを変えていかなきゃいけないの、ね、一番の問題点はそのウリタさん、ウリタ夫妻との揉めてることに関してすごく彼女は懸念してて、謝罪できて理解してもらったね。ウリタさんがタイマネって言ってるけど、でもタイマネって通っちゃってるんだけど、さすがに体操マネージャーも難しい、名前がちょっと決めれないんで、マネージャーチャンネルマネちゃんとかってなるとは思うんだけど、ここにそのなかなか生みの苦しみがあったっていうか、なんでこれを言うかって言ったら、 V をやるって結構難しいです。正直言うと難しいです。あの簡単なようだけど、まずその側、私のママである、まずキャラクターの絵が必要です、ね。はい、絵を描いた後にそれをモデル用のレイヤー分けってのをするんですよ、はい、大量に例えば腕を何パターンかみたいな、なんかすごい分解するんですよ、はい、でその分解したものをモデリングっていうことをします、はい、モデリングは大体はモデラーの方に頼んだりだとか、はい、自分で勉強してやったりだとかっていうことで、はい、まあ、もうそれはいくら安く見積もったって10万から何百万の世界なんですよ、まあ、高いとり何百万です、ね、ピンからキリまでありますので、そうです。これも2D にするのか 3D にするか、あの画像のクオリティ、本当にまつげが動いたり髪の毛一本動くようにするにはなるんで、そういうことと単純に、まあ、これ本人を悪く言ってるわけじゃないけど、 iPhone 一つで動画で撮ってきてるスキルでは正直言ってできないです。パソコンもフルスペックのゲーミング PC 並みのものがいるし、その OBS を入れたりいろんなことが、だからウゴのタケノコのようにアウトロー系って出てきても誰も V ができないのはみんなバカだからですごめんなさい。これはじゃあね、そこまで行く、僕もできてないです実は。僕何もできてないね。だからそんな捕まったりするような人がパソコンのスペックがあったらできないですよ。だから無理なんですよ。僕がもともとそちら の、はいはいはい、の業界にいたからやったっていう感じが、はいはい、そう今でこそ富太郎さんはずっぷりネット界に使ってますけど、わかるけど、それでも4年かかってんですからね。でそういうことがあって、
だからできないんですよ。 V でこのアニメーションを動かすっていうことはなかなか難しいんです。だからそこに行くと今ここの動かすところは懲役先生の運営やってる南慎、この VTuber である南にちゃんと教えて、夏目具先生とまあ私も含めてこのもうチームでこのマネージャーチャンネルをやるっていう準備をずっとやってたんですよ。これずっとやってた時に起こったそうあの事件というか起こっていた事件どう普通のこれ例えば多分ホロライブさんとか二次産地だったら絶対ダメです絶対ダメな絶対ダメなやつだけど私は OK 私は OK で、彼女も過去にいろんなことがあの失敗もある間違いもあるっていうけどいいよもう過去のことなんで、それは今からちゃんとやりましょうねっていうことで、あの恥を忍んでいろいろ話をしてくれた中でここで目をつぶすわけにはいかないっていうのが私の考えなんですよね。でこれが真相なんで、黒幕っちゃ黒幕だけど途中で投げ出せないですよ私も。まあ言葉のあやですね、うん、だからそこがどういうことかって言ったら機材から何からっていうのはなかなかのものがかかるわけだけど私が全部用意してるっていうことなんですこれは、はい、じゃなかったらやれないんで。でここのところって後からもまあ一度このまあ私の方で何とかしましょうということになった以上はまずい条件が出てきたから投げ出すことはできないし、ただこれ言ってっちゃうとお前すごい格好つけていいおっさんだなみたいになるけど、そうじゃないけど、だから私言えなかったんですよこれ。でこれ変な話、このアウトロ系の中の配信してくれてるやから先輩とかやからさんとかさっけん太郎さんも好意的っていうか、彼女に対してそういう風に言ってくれたっていうアナウンス皆さんしてくれたおかげで、多分彼女がまあやり直すきっかけっていうのをできるベースになって、僕これを見てたわけですよ正直言うと。あまりにも逆風だったらこのタイミングじゃないのかなとか思ったりもしたんで、ただこうなってくると V でやる意味が彼女の成立する、なのであとはこのいわゆる V 界隈の人たちにも浸透させて彼女の喋りのスキルと考え方っていうのが受けるんじゃないかなっていうのがちょっとあって、そっちの世界にもっていうふうに思ってるんですね。ありがとうございます、うん、大体のことは僕も理解しました、うんうんうん、で、まあ、そうすると我々のできることは応援っていう、うん、そうなんです、宣伝と応援、うんうんうん、そこからピンハネするとだからできないですよ、彼女のチャンネルなんでこれ。でっていうかここが自分も絵描いてても自分が用意したなら跳ねれるけど、彼女の方からこれだけのことっていう形でできるわけがないんで、そのいろんな提供したものを当たり前のものを当たり前にこっちが下請けになるんで、要は僕が彼女の あの裏方になるんですよこれ。そういうことですよね、まあ、懲役太郎にとっての俺太郎みたいな。そう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 、僕が彼女の裏方に回るわけで、どこかで彼女が僕の裏方になるとかマネージャーになる、違います、私が彼女の裏方なんですよ。そういうことですね。だからそこにベースに行くところのことは少なからずは応援しますよっていうことですね。懲役太郎マネちゃんってこと。そう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 、だから懲役太郎つけると企業案件がなと思って、だからなるべく言いたくなかったんだけど、これもう言わなきゃいけないような状況になっちゃってるっていうか、まあそこに何か見えざる手がないと成立してないことをこれからやるっていう、その見えざる手の部分が懲役太郎だったっていう。そうそうそう、まあただな、あんまり綺麗事言ったってエロ泥棒のマネージャーだから、そこじゃないところで勝負するしかないんだよな多分 V の界隈でもここの席は空いてるぞまだな、ここ空いてるよな、多分いないよねここ。あ、いないです、いないねここ、うん、ほんでもう一人で喋れるやらかし経験があるまあこれから、うん、まあ、最初はこうやって、うん、まあ、アドバイスをしますと、うんうんうん、真面目なアドバイスですね、うんうんうん、最初は、はい、今はこうやって炎上して、うん、はい、すごい注目が集まってる、うん、だから最初は何やってもうまくいくんですよ、うんうんうん、でこの時にいわゆるファンを手に入れないと、はい、全員いなくなっちゃうんです、はいはいはい、だから最後に今はとにかくファンを手に入れる、それも自分のことを好きだと思ってくれるファンを今のうちに手に入れればうまくやれるんですよ、はい、でこのうちにマネちゃんでも興味ねえなっていう風にみんなから逃げられてしまうと、うん、今だけのフィーバータイムで最終的にはうまくいかなくなってしまうっていうことがあるんじゃないかなと思うので、うん、今が勝負ですね。そうね、どういう風に、あとは本人のね、このなんていうのかな、中身って本当に側だけじゃなくて自分の経験と失敗とこれからどうしたいかっていうことが語れればねっていうことなんだけど、本当に未知数なんだけど、僕は光はあるんじゃないかなって、こっからマイナスから逆風からの出発なんで、うん、出発はめちゃめちゃ面白いです、うん、そう、うん、面白いって言い方はありますけど、そうそうそう、まあ、私たちその裏側から見たらこれはピンチはチャンスなんで、ここの今のこの普通はありえないですよ、こんなにチャンスでピンチなことは、うん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 、それがあったっていうようなことを、まあ、うまく力に変えて、まあ、ファンを増やして、うん、これからうまくいわゆる情報発信者として YouTuber として VTuber としても
まくやっていけたらなっていう、ね、たまたま私もそういうふうに思ったし、あまりにもこれ別に違うから、これ言った方のが皆さんが疑問になることじゃないかなと思って。まあでもすっきりはしますね、うんうん、なのでここからこれをベースに考えていただければ。でも本当に堀ひろさんとかも長期太郎とかも全部悪人だったら、彼女はさらにそう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 悪い運命が待ってる、うん、そう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 、もうで彼女がいい運命になったら長期太郎と堀ひろさんは悪党じゃなかったっていう、そう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 、どうにでもできるもん。本当に悪い気持ち、悪徳プロダクションだったらどうにでもできちゃうもん、今の状況からね。うん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 、そうなのよ、うん、まあ、それが、まあ、悪党じゃないってことがこれから の、うん、あの彼女の活動を見てくれたら分かる。そう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 、半年ぐらいで懲役太郎に騙されました。暴露動画って、こんな、こんな風であんな風で、私は嫌だっていうのに無理やり喋らされてこんな風なんです、ね、ってなったらまあ面白いですね、まあまあね、まあね、まあそんな感じで本日ありがとうございました、はい、あのすっきりしました、はい。